こんなことを言うと笑われそうですけれども、一度結婚に失敗した私が十何年後ですね、出会って、そしてさらに出会ってから10年待って、夫と結婚した時に、その決定的なものってもちろんそんな片言一言二言で言えないんですが、ただ一つこれは言えたっていうのはあるんですね。彼は10年の間付き合ってから、付き合ったって年に1回手紙が来るかどうかですよね。でそんな手紙あれでしたけど、一度も彼の口からどうせが出なかった。でこれは久喜修造という人の生きの構造という本が岩波文庫から出てますけど、生きを成り立たせているもの、あの人は生きな服装してるとか、生きな生き方をしてるとか、その生きっていうのを成り立たせているものの一つの要素として、久喜修造は定年っていうのを挙げてますよね。諦め、定年を挙げている。つまりどうせっていうのがある意味では生きを成り立たせるものとして、逆に言うとどうせを言わないっていうのは生きの反対で野暮になります。で私はこのうちの夫ものすごく野暮だなと思いました。もう超野暮というくらい諦めないんです。とにかく諦めない。で私もまあ諦めない方ですけれど、もっと諦めない、男でして、そしてだから改めてどうせって言わないというのはこの人は信用できると思ったんですね、どんな時でも信用できるだろうと思った。でそういうことがありますけど、まあそれはそんなことはどうでもよくて、つまり私がどうせって言いつそうになる時、これは本当にしばしばあります、どうせと。でその時はやっぱりいい映画がかかっていそうだと思ったらその映画を見に行きますね。例えばさっきルアブルの靴磨きを挙げてくださいましたけれども、この映画を見た時に、これはフランスのとフィンランドの合同の映画ですけれども、アフリカからの移民がコンテナに乗って船に隠れてですね、コンテナに隠れて、そしてフランスの北部のルアーブルという港に入るんです。で誰も知らないんです。コンテナの中にその移民って言いますか、脱走者、アフリカからの不法入国者が何人かいるっていうこと。ある時何か音がするっていうので公安を回っていた警察が気がついて、そして開けてみたらアフリカから その難民が入ってたわけですね。でその中でおじいさんと孫がいますよね。その孫におじいさんが目くばせします。とにかく自分たちはもう捕まるのはしょうがないけど、この孫だけは逃げろってやるわけですね。そして孫少年が一人だけそのコンテナから逃げ出す。そこにたまたま、靴磨きの男が、出会うこと、港で出会うことになるんですね、鳩場で。そしてこの少年をどうやってかくまうかという、それを描いたのがこのルアブルの靴磨きという映画です。これビデオになったらぜひぜひご覧になるといいと思いますが、私は2度劇場行ってみましたけれども、一度は夫と行って、夫と話したのはやっぱり人民戦線を戦った国だから、こういう映画がちゃんと生まれるんだよねって。つまりね、普段はそれほど密に付き合っているようには思えない市民が、その難民一人を抱えることに、一人を抱えたと気がついた、その人、もちろん密告する側の市民もそこにはいます。ですけれども、何かパパパッとネットワークができるんですね。そしてその一人の少年をどうやって、イギリス、本当はイギリスの母親を訪ねて行きたかったんだけど、そこまで送り出すかというための市民の小さな小さなあれですけどネットワークですね、そこを描いたのものがこのルアブルの靴磨きでした。私は今の日本でこれはまずできないだろうなと思いました。諦めるなよと思う。でも日本だってかくまうということはやってきましたよね。いくつか私はここ何十年かですね、20年以上かくまうっていうことについてポチポチ本当にずっといつも真剣に考えてるわけじゃないんですけど、ずっとどこかに引っ掛けて考えてきましたけれども、一番近くは皆さんがよくご存知の、原子力潜水艦からの、インテルピットからの脱走兵を、1960年代の終わりから70年代あの辺ですよね、脱走兵が出てきて、それを川崎だ横浜だ東京の市民たちが
1泊か2泊ずつかくまってスウェーデンに送り出したということを市民がやりましたよね。あれは相当、うまくいったといいますか、やった例ですね。でその前にも私はちょこちょこ旅行しますと、あれと思うところがある。例えば長野県の小布施の大きな商館、そこには訪ねていったら廊下の先に襖があって、私は押し入れかと思ったんです。そしたら襖開けたら地下に行く階段が作ってありまして、そしてやっぱりあそこはかくまうという構造になってますね。で、長崎のグラバー邸だってそうですね。幕末にいろんな人たちがやっぱりあそこで聖壇もやっていたらしい。そうするとグラバー邸の廊下を私歩いててましたら、ふっと廊下の天井がスライド制になってて開いてたんです。開いてたからあれと思ったんです。これなんだろうと思った。やっぱりあそこかくまってたんですね。ですから日本人が全然かくまうということをやってこなかったわけじゃなくて、いろんなところでかくまうということをやっぱり市民がやってるっていうのは、とても私にとっては勇気に勇気を与えてくれるものになりました。もっと言うと、青森の北の下北半島のを旅をした時に、バスのガイドさんが、実はって私ども4人2夫婦しかそのバスに乗っていなくて、ガイドさんもなんとなく安心したのか、気が緩んだのか分かりませんけれども、子供時代自分がガイドになったばかりの頃の話をしてくれました。その時に定年を迎えようとしていた一緒に組んでいた運転手さんが話してくれたことなんですけどねっておっしゃる。それどんな話だったかっていうと、あの辺は朝鮮人の労働者がいっぱい連行されてきていて働かされていた。でその中から脱走者が出てくるわけですね。でその運転手さんがそのガイドさんに話したのは、自分がまだ子供だった時におばあちゃんが夕方になるとエプロンにですね何かくるんで、そしてスッと出ていく。でお孫には絶対ついてくるなと言ったけど、そう言われるとやっぱりついていきたくなるので、ある時そのおばあさんの後からついていった。そしたら海岸に行って船小屋がやって、で船小屋に入っていって出てきた時にはエプロン何もなかったっていうんです。あ、そういうふうにして下北の女たちがその朝鮮人の脱走労働者たちをかくまってくれてたんだなと思いました。日本人そう悪くないぞって私はその時思ったんです。いろんなところに多分こういう人たちがいてくれるだろうと思いました。でそういう意味ではルアーブルの靴磨きだって、それに近いものは私たちの中にも社会の中にも大きくは出てこないけどあるに違いないと思っています。でそれは私にとってはこれからの時代を考える時にも一つのやっぱり勇気になるんですね。やってくれてたよと思います。でこういうものをどうやって引き継ぐかっていう問題がありますね。でさらに、ですね、例えば私はすでに高校にいた時ですから、まだ高校にいた時ですから34、5年前、すでに日本の教育界では静岡県の教育界は日の丸をちゃんとあげろと、君が代を歌えというのはほとんど強制のように始まっていました。静岡県っておとなしいので全然問題にならないから、東京はわーわー言われるけれど全然とっくに始まってたんですね。で私はクラス担任していましたから、どうやるか学生たち生徒たちに、一つはその前には黙秘権をちゃんと教えました。これは一つの事件がありまして、これはきちっと黙秘権を教えておかなきゃいけないと思った。でもう一つはその日の丸のじゃない君が代の時どうするかっていうのは、私は生徒たちには歌いたい人は歌っても、もちろん歌えばいいと、いろんなしかし抵抗の仕方があるよと、座ったままじっとしてるのはきつかったら立って、で、立ってでも口を動かさないでいるのがきつかったら口を動かして声だけ出さないという手もあるし、さまざまなやり方があるから、それぞれみんなが自分はこれを選ぶという形でやればいいんだっていうことは学生徒たちに伝えたんですね、高校1年生に。うちのクラス一番声が小さかったんですが、でもそれでもですね、まだ処分はされなかった。だいたい大阪のように口開けてるかどうかなんて、あんな卑しい、見る方が卑しいですね。品性も疑ってしまいますけれども、でもああいうことを平気でやれる 教員っていうのか、役人っていうのは何だろうと思いますね。それからさまざまな私はだから抵抗、どんなことを
私たちの周りの人たちがやってきたのかっていうことは学べるので、いろいろなものを見るんですね。例えば、そこに開けておきましたけれども、小さき者たちの戦争、これは5番目に挙げたものです。でこれは非常に地味な本で、福岡健生さんっていうこの人は毎日新聞の福岡支局にずっといる方なんですけれども、この方がずっと取材して歩いた本、これをまとめた本なんですね。でこの中にですね、いろんな本当に抵抗した人たちが出てくるんですけれども、軍事要求をずっと拒否し続けた一人の男の人が出てくるんです。それで、その役所の人たちはもう毎年毎年受け取ってくれ受け取ってくれって行くんですね。この人さえ受け取ってくれたら事務的に全部スムーズにいくわけです。で周りからものすだん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 圧力がかかるようになる。で奥さんも最初のうちは高々の軍事要求だもの受け取ればいいじゃないのって言ってるんですけど、その人はいや、自分が中国大陸でやってきたことって何かっていうのは分かってる。でそんな人間が恩給を受け取ることはできないと言ってずっと拒否し続ける。たった一人その地域で拒否し続けて死ぬまで拒否する。でその時にですね、周りがどんな圧力をかけるかっていうことがこの本の中によく出てます。受け取るのを拒否しただけですよ。だけといえばそう。しかしこの抵抗がどれだけ大変なのかということ、そしてどれだけ周りにとって人騒がしなことというふうに受け取られるかということ、で役場なんか役場で働いてる人たちにとってこういう人が一人いるっていうのはものすごい厄介なんでしょうね、きっと。だからもう手を返しなおかえ圧力をかけていくんですが、この人は最後まで受け取らないで亡くなり、この前、3年ほど前に亡くなりましたかね。こういうこれだけじゃないのですが、この本は本当に私はこれから戦っていくときに、まあ、それこそ負けないで戦っていくときにと、いい力になると思います。つまり私はこういう本、どうせという思う自分が出てきたときにこういう本を読むと何をやってるんだと自分に対して思うんですね。これだけのこと、こんなことをやってくれてた人がいたのに顔向けできるのかっていう思いがあります。でこれはさらに言えば、映画もそうですけど、美術、普通の美術になってそうなんですけれども、例えば、戦争中上野動物園は象を殺しましたけれども、東山動物園は殺しませんでしたね。抵抗して、象の飼育係の人は、象を飼い続けた。あんな大きなものですから、こっそりなんてわけにいかないんで、これ組織的だと思います。軍馬の資料を横流ししてもらって飼い続けた。でそれを今の JR の前に国鉄は上のあたりでこう親を亡くした不老児たちがたくさんいる、その人たちを列車にタダで乗せて少しでも元気づけようと思って象列車を仕立てて東山動物園に象を見せに連れていくということをやってますよね。で、この象の黙って飼い続けたという、それは本当にだって少々の人たちの対策抵抗ではできなかったから組織的だと思いますけど、ああいうふうに組織的にやった人たちもいるわけですよね。でそういうことを考えたりもします。さらには例えばアンネの日記に感動する人はたくさんいますし、私も若い時って言いますか中学生の時に読んで感動しました。しかしある時から待てよと思い始めて、だんだん年取ってきますと、アンネの日記よりもアンネたちよりもですね、アンネたちをかくまった人に自分の視点がずっと移ってきます。アンネたちをかくまったのはミープヒースですよね。お父さんがやってた会社の事務員をやってた人で、その人がアンネたちをかくまうその中心のメンバーになりますね。で、時に、時代にかくまうっていうのはどういうことだったかっていうのをつくづくこうやっぱり調べ考えちゃうわけですね。例えばパン屋さんに行ってパンを買うとき配給になってますから、その配給切符で買わなきゃいけない。その時に余分なパンを闇で買ったらもうそれでかくまってるということが分かっちゃうわけですね。いや肉だって必要以上な、なんであそこ2人最近結婚したばかりだけどミープヒース2人用の2人でこんなにたくさん肉を買うとおかしいと思う人たちが出てきたらもうそれでアウトですね。八百屋さんに行ったってそういろんなところで
そういうふうに密告しようと思えばできる状況だったにもかかわらず、私は2年何ヶ月かアンネたち一家があそこの隠れ家に行き続けられたということは、やっぱりルアーブルの靴磨きと同じようにネットワークができていた、周りにですね。でその人たちが見て見ぬふりをしてくれる、この見て見ぬふりっていうのはものすごく私は大きな力になるっていう気がします。今この社会、私たちが生きている社会っていうのは見て見ぬふりを許さない社会になりつつありますね。だから生活保護を受けている人がパチンコやってたらすぐ密告しろという、あんな卑しく人間をさせていく人たち、そういう行政がをやっている中で、なんで本当に反論が起きないんだろうと思いますけど、もっともっと起こっていいと思うんですね。で見て見ぬふりをする人たちだから、でもミス・プヒースのこうドキュメンタリー読みますと、その中で八百屋さんがついに見つかるんですよね。かくまってた、自分の家でもかくまってたし、その八百屋さんがミス・プヒースたちに彼女たちが必要と思われる以上のものを売ってた、融通してたっていうのが分かって、秘密警察に捕まって収容所に入れられて、出てきた時にはもう凍傷で非常な足だったら手がおかしくなってたんですけれども、そういう状況、そういう人たちが、でもたったあれだけの家族を、まあ3家族くらいましたかね、まあ、全部とその人たちを2年4ヶ月生かしたのは一体誰だったかって言ったら、そういう人たちだったわけですね。でそういう人たちだということっていうのは、私ここで、これ何時までですか、1時半からですから、まだもうちょっと大丈夫ですかね、2時半、はい。今じゃあ日本のこの私たちがいる社会に置き換えるとどういうことになるかっていうと、私今とっても危なくなってるというのは、一つその一つものすごく気になってるのはコンプライアンスの大合唱です。職場でも至るところでコンプライアンス、コンプライアンス、コンプライアンスという、そしてそれに対してきちっとした反論なり批判がどうも大きく出てこない。労働組合出してますか。私はものすごく怖いと思ってます。それで気になって、あるところ雑誌には書きましたけれども、コンプライアンスって何だろうと思った。で、まあ、仕事柄大きな辞典はいくつか持ってるんですね。10年前に出た辞典調べました。法令遵守なんていう訳語出ていません。数年前です、5、6年前に出た辞あたりの辞書、改訂されて出たあたりから法令遵守という言葉が訳語として出てくるようになりまして、10年前は載ってないんです、研究者の大英文も。それで語源をずっと調べていったんですね。そうしたらもうびっくりしましたね。あれ金属学の方がいらっしゃるかもしれませんが、専門の金属学では金属を曲げていってどこまで曲げるかのその度合いがコンプライアンス度っていうんだそうです。そして英語ではオビディエンスと同じ意味だと書いてある。つまりは従順になること、オビディエンス従うこと、コンプライアンスの本来の意味、そういう意味なんですね。だから金属はこうやってどこまで曲がるかっていうのもコンプライアンス度として、これはもう生きた言葉として使われている。でなんですよね。でも至る所で役所でもどこでもコンプライアンスの研修会がここ 2,3 年ずっとあったんじゃないでしょうか。そしてそれに対しては法令遵守だもの、大事なことなんだからって言ってるけれども、一体どういうことなのか、結局どうやって従順な役人を作り、どうやって従順な社員を作り、どうやって従順な市民を作っていくかの、この意識したかどうか分かりません、ただしした叫んだ人たちは。ですけれども、そしてだけども少なくともそういう状態がずっと続いていて、そして、それに対してあまり大きな声なんてほとんど私は聞こえなかった。そして私はあるところで市民の学習会に出たこと、つい 2,3 年前ですけど出ました。でこれは現場の先生たちがあまりに忙しいという、子どもたちと向かい合う時間がない、授業の準備をする時間もないとおっしゃる、市役所なんかで働いている方たちもすごく忙しいという。じゃあ一体どれくらい忙しいのか現状を私は知らないから、で他の市民の人たちも知らないから、現場の人たちにちゃんと話を聞く会を
それを作ったんですね。そして私は忙しい忙しいとおっしゃる先生にもう退職間近かなの先生に伺いました。どうしてその教材の研究もできない、子どもたちとも会う時間もないとしたら先生でいることができなくなってるはずですよね。なのになぜ抵抗しないんですかって伺いました。そしたら何ておっしゃったか。だって私たちは人間である前に公務員ですから。そういう答えが出てきたんです。私はもうびっくりしました。これがですね、すごくこうなんて言うんでしょう、社に構えておっしゃるならよかったの。まだ。そうなんですね、社に構えておっしゃるとか、あるいは自重的気味にね、自分を嘲笑うように人間である前に公務員ですからって言うんだったら、これは私はまだ救われたんです。でも実に真面目に当たり前のように人間である前に公務員ですからっておっしゃる。私はここまでコンプライアンスを徹底してるんだと思いました。ここまで疑わないで規則を守ることはいいことだと思って、そうこうするうちに、さっき最初に申しましたようにゼミの学生卒業生っていいんですよ、いいんですよねって私はいつも尊敬しちゃうんですけども、いろんなことを教えてくれる。この前東京からもう29歳になる卒業生が遊びに来まして、なんて言ったかってポッと問いかけました。先生、この頃なんかルールとモラルってごちゃごちゃになってませんかって。ルールさえ守っていたら何にも恐れることないし、何も恥ずかしいことはないと思ってる人たちがすごく自分の周りに増えてきたと思って、で私はそれを聞くまではそういうふうに言葉でちゃんと捉えていませんでした。彼女に言われて、そういえばっていくつかの事例を思い出した。ルールさえ守ってれば何にも恐れることない、恥ずかしいことないって、そういう人がいっぱいだって、いや増えてきたっていう。でこのルールの、そこにちょっとあの書きましたけど、書きましたかね、ごめんなさい、書いてないかな。そうですね、あのこのルールとモラルっていうのはこれ一緒じゃないですよね、全然一緒じゃない。例えばさっき言ったミープヒースはあの時代のルール違反ですね、かくまったんだから、これコンプライアンス違反ですよね、法令遵守なんてしていません。じゃあ上 の東山動物園で象を飼い続けた人たちだってルール違反です、あの時代の。杉原千畝のことをみんな大勢の人たちが素晴らしいことをしたと、エストニアの、あのビザを出した人たちですね、彼だってルール違反ですね、圧倒的なルール違反です。そしてそれをコンプライアンスを叫ぶ人たちが同時に教室で杉原千畝を伝えたり、アンネの日記を伝えたり、そういうことがなぜ平気でできちゃうのか、まあしてるかどうか分かりませんけども、でも案外どう共存させてる人たちにいっぱい私は会ってきました。でどうしてそれができるんだろうと思うのです。なんか二重基準を それぞれがみんな持ってるんだなと思う。なぜそこで立ち止まらないんだろうっていう気がするんですね。でこういうでも二重基準が平気でまかり通っているのが今もうすでに日本の社会って私はそうだと思うのですね。でこの二重基準がまかり通る世界をちゃんと書いてくれた作家がいますよね、ジョージ・オーウェルの1984年という、その当時書いたのでは未来小説ですけれども、もはや未来ではなくなりました、未来ではなくなりましたけれども、ジョージ・オーウェルの1984年を見ると、ああこの社会、今のまさに今の日本だと私は読みながら思いました。こういうことが当たり前のようにまかり通ってる、そしてそれを通している人たちが何の痛恨も感じてない、平気で片方ではコンプライアンスを叫びながら、片方であの人たちは立派ねっていう、その感動って一体どういうことなのかっていうことが私にはやっぱりわからないのですね。で、つまり歴史の中で抵抗運動した人たちっていうのはルール違反、その当時その社会の中ではルール違反です。でも何を大事にしたかって言ったら、ルールかモラルかって言ったら人間としてのモラルを大事にした人たちですよね。人間として恥ないことをやろうとした人たち、その人たちがそういう形で出てきてるわけですね。でそういう玉ねぎの皮を剥きながらって3番に出しておいたのは、
ここにはギュンタグラスはご覧のご存知の通りブリキの太鼓を書いた人ですね。映画にもなりましたけれども、この人は今去年でしたか、去年の初めでしたかね、イスラエルを批判してする詩を書いて、ドイツの中でもものすごいバッシングを受け、イスラエルはもう入国禁止になってしまって、つまりドイツはイスラエル批判が今できない状態になっている。ある意味でこういう乱暴な言い方しちゃいけませんが、トラウマ的にイスラエルに対して今どんなひどいことをやってもなかなか批判ができない、自分たちがやってしまったことに対するその罪悪の問題っていうのがあって、 ですからギュンタグラスも今大変なバッシングを受けてるそうですけれども、しかしこの人が書いたこの玉ねぎの皮を剥きながらという自伝を読みますと、これかなり厚い本なんですけど面白いです。でもこの中にですね、私は未だに忘れられない2人の人間が出てきます。1人はまだ戦争が激しくない時にギュンタグラスまで少年でヒトラーユーゲントに入るんですね。でヒトラーユーゲントに入って、でも週末は自由になるので先生の家に遊びに行く、美術の先生のところに行く、何人かと友達と一緒に行きますと、美術の先生がテーブルの上にさりげなくですね、その当時すでに大敗芸術として禁止されている作品が載った美術の雑誌を広めといてくれるんですね。先生何もおっしゃらない、だけどもそういう雑誌を広げておいてくれる。でその時は彼はそんなに意識して受け取らなかったと思うのですが、戦争が終わってからその先生がしたことが一体何だったかっていうことがはっきりと分かるわけです。私はこういう抵抗の仕方ってあると思うの。ただただ美術の雑誌を誘っておいてくれるだけ。これは私ダン・イクマかなんかのエッセイを若い頃に読んで、その中だったと思いますけれども、戦争中軍服裏に国防色の服を着るように日本で強制された時にずっと背広で通して、しかもポケットチーフを入れ続けた先生がいたと。でその時は生徒としてその人はなんてことをこの時代にと思ったけれども、戦争が終わってからあれは抵抗だったんだって分かるということを書いてた時、書いたものを読んだことがありますけれども、そういうことですね。で、もう一人ずつこの玉ねぎの皮を剥きながら読んでいて残ってるのは、本当にこれはさらに忘れられないって言っていいかもしれませんが、ヒトラーユーゲントに入ったギュンターグラス、そのグループの中に、いくつかのグループがあるんですけれども、実際に銃の訓練でいろんな殺す訓練をやり始めると、必ず一人の少年が私たちはそんなことはしませんって言うんですね。一切軍事訓練に参加しない、そういう少年がいるんです。出てくる。で、ギュンタグラスは最初のうちはギュンタグラスも他の友達もなんであいつあんなこと言ってるんだと思うんです。でもずっとそれを言い続ける。そうするとこれは困るわけですね。教官にとってはものすごく困ることで、そしてそれにグループが全体が一緒にリンチを受けるようになる。そうするとグループの人たちが当然その少年をみんなでいじめるようになる。で彼もそのいじめに加わるんですね。でしかしそしてその少年はついに姿が消えるんです。多分どこかに連行されていったんですね。消えてしまう。で消えた後で少年たちの中で何が起こったかって言ったら、なぜ彼はあそこまでして僕と私たちはそんなことはしませんと言い続けたんだろうと、彼にそれを言い続けたさせたのは一体何かっていうのがギュンタグラスの中で大きな大きな宿題として残るんですね。そして彼は戦後彼を主人公登場させる作品を書いたそうですが、私はその作品自体はまだ読んでいません。でそういうことをやった少年が出てきます。でそういう中で、もう一つのそろそろあれですけれども、私はなぜ日本が今こんな風になっちゃったんだろうって、こんな風にっていうのはつまり、一つはですね、全てを商品化しようとする空気がものすごく強い。これは例えば図書館でさえそうだと思うのです。図書館を商品として扱う、サービスを受けるものとして扱っている。それから保育園や幼稚園でもそうですね。だからお金払ってサービスを受けるのが当たり前であって、だからそこで怪我でもさせたらとんでもないというので抗議が起こるわけですね。
すべてそうです。大学でもそうです。今大学の授業は商品みたいです。これは急速にここのとこ進んできまして、教員学生による教員評価っていうのは一見民主的でとてもいいように見える。ところが学生たちどういうふうにして教員評価するか、大体評価の表が学校で作ってくるのがおかしい、私は見てておかしいなと。授業時間にきちっとその時間に来て、きちっとその時間に終わるか、それから最初に出した第1週にはどこまで進みます、第2週には何をしますっていう、ずっと授業に日程があるわけです。それにちゃんと沿っているか、出席を取るのは文部省の命令です。今大学でさえ出席を取れという通達が来て、で出席をちゃんと取っているか、で学生はそれに丸つけるんですね。で学生たちそういう中でどうなっていくか、もう一つそれと絡んでるのがツイッターのあれです。今学生たちはどんどん先生たちの評判を自分たちのツイッターでポン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 出します。どんなにいい授業かというより、なんか面白い考えさせる授業かじゃなくて、どれだけ楽に単位が取れる授業かという情報がバーッと流れていきます。先生たちどうなっていくか、その情報が気になるんですね。ツイッターで何がささやかれてるか、喋られてるか。そうすると学生にもみ手をするようになりますね、若い先生たち。でまさにね、商品なんですね。心地よいものをどれだけ学校は提供してくれるかって、幼稚園だって教育の他の現場でも心地よいものをどれだけ提供してくれるか、それから最初に言った勝ち組になるだけのものをどれだけ提供してくれるか。人間になるものじゃないんですよ。この社会の中で勝ち組になれる要素をどれだけ私子供に身につけさせてくれるかっていうこと、全てを商品化していこうとするこの空気の中で、私はやっぱりとってもこれはもう、私時々憲法なんてもんじゃないぞと、その前にもう土台が腐り始めているって言いますか、おかしくなってるんじゃないかっていう気がします。この商品化の問題っていうのは本当にどうすればいいかっていう、考えじゃここがところがよくわからない、私は答えられないんですね。そしてしかも私はでもなんです、ちょっと立ち止まっていつも考えるということはお互いやりたいよなと、やらなくちゃなと思います。例えば幼稚園に入ると子どもたちどんな歌を歌わせられるか、友達100人できるかなですね。私はああいう歌を無批判に歌わせてる幼稚園の先生って一体何だと思うわけです。友達100人できるかな、あんなに大きい声で歌わせて子どもの中に本当はすり込んでるんじゃないのと。大体学生たちメルトモが何人いるかでものすごく喜んだりシュクシュッとなったりしてるわけですね。でそういう中で本当に一人でちゃんと自分でものを考えるという、そういう素地をちゃんと私たちが育てていくということをやってこなかったんじゃないかっていう気がする。でまして大人たちコンプライアンス、さっきから言ってるコンプライアンスほとんども批判にやって受けてしまっている。でこのその消費に浮かれて、じゃあ何を私たちは消費者は求めてるかって、快適さ、平穏さ、平和ではないんだと思います。平穏であればいい、つまり周りでどれほど人が苦しんでいようが、どんなことがどんな抑圧があろうが、そんなこと、とにかく自分の周りでことが起こらなければいい。だから相互監視がすごいですよね最近。あのカメラ、私はあのオウムの人とかどっか南の方からずっと東京まで来た時に全部カメラに撮られていたのを知った時に、なんという監視社会が知らない間にこう強まってたんだろうと思いました。これは恐ろしいことだという気がします。もちろん それは安全だよというかもしれない、でも安全ってそんなふうなものなんだろうかと思いますね。でそんなことをいつもこの頃あのやっぱり考えざるを得ません。一人でいると協調性がないとすぐ言われる、一人でいると心配する、でも一人でものを考えるということができない限り私は市民って育たないっていう気がするんですね。で児童文学の世界ではカニグズバークというアメリカのユダヤ人作家が、人間の成長の大部分は一人でいる時に起こるっていうことをある作品の中で言ってるんです。これは、ベーグルチームの作戦っていう少年文庫で出ている本なんですが、人間の成長の大部分は一人でいる時に起こる、あとのわずかな部分が家族といたり友達といる時に起こるって言って、
ところがその一人でいる時間がなくなっている時って言って、これどうなっていくんだろうっていうふうに思いますね。でしかも怖いことは可愛いの大合唱です。可愛くあればいいんですね。今私が、まあ、いる分野で言えば、絵本だって可愛い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 だけです。そしてそういう中で一体何が失われているのか、そして感動するっていうのも、学校の先生と話してても図書館の人たちと話してもしばしば出てくるのは、感動する、本を読むと心が豊かになりますっていう。じゃあ心が豊かになるってどういうことなのかって突っ込みたくなるんです。心が豊かになるのは平穏になることだけでしょうか、心が穏やかに平らかになっていくことなんだろうかと思う。そうじゃないですよね。そうじゃなくて、私たちは自分で塞いでしまった、もう自分にはないものと思って、殺意だとか怒りだとか嫉妬だとか、さまざまな感情がある。もう蓋をして、私はもうそこは卒業したと思ってるのに、ある作品に出会うとうわっとこれが蓋を開けて出てきますね。自分の中にそれがまだあったということ、それを意識するかしないかはものすごく違ってくるわけで、でそういうこと、つまりもう抑えてしまったと思ったものがどんどん蓋を開けて、だから心が耕されるっていうのは、今まで下にあったものが表に出て新しい日の光を浴び、酸素を、そういうふうになっていくはずなのに、でも多くの教育の現場では、教育だけじゃない、家庭でもそうかもしれませんが、心が豊かになるっていうのは、なんか心が平らかになっていく、怒るなんていくとはとんでもないことだと思う、喧嘩なんてとんでもないことだと思わせる、それが心が豊かになることなんだろうかっていう気がする。こんなことで私は市民運動なんてできないと思ってます。これからの時代戦えないと思っています。穏やかになることってそんなことなのと思う。そんなことでいいのと思いますね。で怒りっていうのは本当に私たちの中で難しい、すぐ避けてしまうんですけれども、そうですね。それで、もう最後になりますね。これ何分までよろしいですか。ギリギリ10分まで、はい、大岡昌平の一番に、戦争という岩波現代文庫を挙げておきましたけれども、これはですね、なんでここに挙げたかっていうと、大岡昌平がこの本の中でお読みになった方も多かろうと思いますけれども、告白してるんですね。南方に送られる船の中で、彼はもう南方に行ったって生きて帰れないっていうことはほぼ覚悟してる。だって大体日本兵のほとんど8割近くが餓死でしょ。実際に戦って死んだんじゃなくて。でそういう中で大岡昌平はその船の上でこんなことを考えたということをこの本の中に書いてる。どうせ死ぬんだったら、なぜ軍部に反対してデタラメなことをやらせないようにあの時戦わなかったのかと。どうせ死ぬんだったら、なぜあの時自分は戦わなかったのかってこう反省してる。これはまさに私は今もそうだっていう気がします。同じような状況だっていう気がするんですね。で大岡昌平は本当にその言葉をお伝えしたかったということ、それから、9番に平穏と平和は今ちょっと申しました。理想だらけの戦時下日本っていうのは、これ最近出た千曲新書なんですけれども、ここで私は実はそれまで随分ある意味で思い違いをしてたなと、これこの本読んでギクッとしました。私はだらしない、例えばですね、右向け右と言われた時にパンと右きちっと揃わないっていうのはいいことだなと思ってたんです。こんな中で軍隊なんて育たないしいいなと思って、だいたい学生に君が代の歌詞を全部書いてもらうと、書ける人100人いたら2人か3人です。いいなと思ってました。どこで書けないか、どこが一番間違うかっていうと、ご存知お分かりのように岩音なりてですね、岩という字と音という字と口辺の鳥を書きます。なると岩音なりてと、それで、それ私はいいなと思ってみたんです。いいんです、こんなのはどうでもと思う。やがてどっかで知るかもしれないし、知らなくてもいいやと思ってた。でそういうだらしなさといいますか、一種のだらしなさ、若い人たちがズボンズラーっとしてるのもいいやと思う、軍隊よりはいいやと思うんですね。七三に分けてピシッとしてるよりはちょっと安心なんて思ってた。でそんな風な自分の感覚をこの本ってピシッとやってしまいました。この本読んだら結構ですね、1930年代の中国の戦争が始まったあたりだって、結構みんな
守ってないんですよね。だらしない。国旗を上げる人だってすごく少なかったと書いてある。で、私はいいじゃんと思ってたんですけれども、今国旗だってそんなにみんな上げなくたって、あ、これいいなと思ってたんですが、いいなって言ってられないぞと。そういうだらしなかった人たちが、さあ空気が変わりだしてパーッとなり始めるということ。これは油断できないと思いました。そんなルーズなものっていうのは私はうんうんうんいいぞと思ってたけど、いやいや待てよ、いざとなったらピシッとやっちゃうぞと、そして安倍さんいいぞってなっちゃうぞと思った。憲法9条も改正改正なんて、改正なんて本当に改悪なのに改正改正って叫ぶ人たちがわーって出てくるかもしれないぞと。だから、今緩やかな空気だからなんてこれは安心していられないと思い知らされたのが、この理想だらけの戦時下日本という千曲心象です。こんなことを今考えながら生きています。本当になんかまとまらない話になりましたけれども、そうですね、質問の時間がなんか作ってあるというので、あれです。あ、ただもう一点だけ、さっきですね、モラルとルールの話をしましたけれども、ちょっと付け足したいのは、秋葉原事件を起こした加藤智大っていう青年。あの青年の書いた貝という本があります。貝は時という字ですね。で、この本を読んでいて私はゾッとしました。ゾッとしたと同時に自分がなんと偉そうに分かったつもりでいたかと思って思い知らされたんですが、加藤智大が大事にしたことって何かっていうとルールなんですね。彼は自分で書いてます。で、ルールを破る者に対して猛烈に腹が立った。で、それ以外の尺度って持ってないんですよ。人間としてどうかなんてことは全然考えてない。ルール違反かどうかということで、そういう人たちが、でもだから私は加藤智大のような人たちが実は今本当に増えているのかもしれないっていうことを思い知らされましたというところで、なんか本当にあちこち散らかしたままのおもちゃ箱みたいですが、一旦終わらせていただきます。ごめんなさい。ありがとうございます。